はい、じゃあ今回も文献紹介という形で鈴木が発表いたします。今回紹介する論文はこのタイトルの通りの論文で、人工知能学会で発表された論文です。はい、まずはじめにということで、雑談対話システムにおいて対話破綻が発生するということが問題になっています。この対話破綻というものを検出する手法として、ニューラルカンバセーショナルモデル NCM を用いるものというものがあります。ただこちらに使われているモデルは RNN を使っているため学習に時間がかかるという問題を持っています。そこで本研究では QRNN、QRNN を NCM に用いることで学習の高速化と性能向上を図ったというものです。はい、対話モデルを用いた対話破綻検出ということで、まず対話破綻検出のメリットというものがシステム自体がその対話破綻を認識可能になるということ、そしてこの対話破綻を認識することによって対話破綻の事前回避やリカバリーが期待できるというものがあります。ただこの対話破綻検出の課題として、まず対話中にこの破綻検出をこの上記の事前回避やリカバリーをするためには破綻検出を対話中に行うということが必要になります。そのため対話するモデルと破綻を検出するモデルを統合した枠組みで考えるという必要が出てきます。またこの NCM は基本的には SEC to SEC モデルで、エンコーダーで発話の単語列を読み込み、デコーダーで応答文を出力するものです。はい、先行研究としてこの NCM を拡張してエンコーダーとデコーダーの最終時刻の隠れ層を組成にして対話破綻の分類器を作成したというのが小林らの研究で挙げられます。また、この上記の小林らの研究を扱ったモデルを使ってさらに、対話データのアノテーションを、分布に基づいて、学習データの拡張を行った久保らの研究が挙げられます。はい、提案モデルの概要です。今回提案するモデルも、基本的には、先ほどのこれら久保らまでの研究をで提案されたモデルをさらにそこから、QRNN に変更したというものになります。モデルの流れとしては、丸三角×のアノテーション分布に基づいて応答文の末尾に対話破綻ラベルを付与していきます。ここで上記データをもとにこのラベルを付与したデータをもとに対話モデルを QRNN で学習します。そしてその後発話文応答文埋め込みベクトル VIVO を獲得し、これを組成に SVM で識別対話破綻を識別していくという流れになります。これが提案のモデル図になります。こちらのエンコーダーで入力されたものを、がまずこのソースの最終隠れ込みの、隠れ層の最終層をこちらのソースセンテンスエンベディングに持ってきて、このデコーダーで作ったものをターゲットセンテンスエンベディングとしてこの持ってくるという形で SVM で識別を行うという形の流れになります。はい、でこの QRNN は、今回の勉強会で森谷くんがやってくれたんですが、ざっくりというと、畳み込み層と再帰構造を持つクーリング層の2層によるニューラルネットです。でこの時、畳み込みには、未来の時刻情報を含まないように K-1のパディングを入れます。パディングを入れるマスクドコンボリューションというものを用いています。このプーリング層では過去の履歴を考慮しつつ畳み込みで得られた局所特徴量の集約を行うということで文脈を考慮した解釈が可能であるというふうに筆者らは述べています。発話文と応答文の特徴量抽出ということで、先ほども言ったように対話モデルのエンコーダーとデコーダーの最終時刻における隠れ層を特徴量として抽出していきます。この持ってくる隠れ層は何だというと、発話の対極情報、単語やフレーズなどの局所情報を時間軸に沿ってまとめたものであるというふうに筆者らは述べています。これによって、対極的、文脈を考慮した対話破綻の検出が行えるというふうに筆者らは述べています。はい、データセットです。データセットは対話破綻を検出するというもので、対話破綻検出チャレンジというものが、NTT の東中さんたちを中心に行われています。で今回使用したのはその対話破綻検出チャレンジの1と2で用いられ、配布されているデータセットを使用しています。
で、この対話データには以下のラベルでアノテートされていて、丸、破綻ではないということで問題なく対話が継続できるもの、三角、違和感があるということで、まあ、破綻とは言い切れないけれども、ちょっとスムーズな対話の継続はちょっとできないというレベルのもの、そしてもう明らかに破綻している×対話の継続ができないというものです。まあ、こちらが配布データセットの中身になっていて、まあ、この一番端のシステムというのは、このデータセットを集めた時のに使われているシステムの名前です。その、まあ、そのもう少しちょっとこのデータセットの説明をすると、実際に使われている対話のシステムで、顧客と会話した、お客さん、利用者と会話した時の、まあ、破綻したのも含めたデータセットが、で、データで構築されているのがこのデータセットで、まあ、基本的には丸が、丸三角×で、まあ、丸が、まあ、大体同じぐらいの割合、若干丸が多いぐらいの割合でデータセットができているのが分かります。はい、で実験結果です。まず、一番端が学習速度の結果です。まあ、GRU-LSTM が、既存の手法で、一番下の QRNN が今回の提案手法の結果で、まあ、明らかに、速度が速くなっているということが分かります。またこちらの破綻検出の結果というところでは、まあ、どのデータセットにおいても、どのデータセットで見たときに、基本的には QRNN の方が、点数スコアが高いということが分かります。ただ一部この DCM に関してだけちょっと LSTM の方がスコアが高いものがあったりします。はい、まとめです。今回は QRNN を用いて高速かつ高精度な対話破綻検出器を構築しました。これにより学習速度が約 3.2 倍の高速化を実現しています。さらに文脈に沿った対極的な学習が可能になり、検出精度が改善されました。この対話破綻検出器の素性の最適化、対話モデルに用いる対話学習データに大規模なデータセットを用いるということが今後の課題として挙げられています。以上で発表を終わりにします。 Yeah.